どうも皆さんこんにちは、マカオのソンツンです。今日は久々にポルトガル料理を食べる会になりますが、目的地がマカオ半島側にあるんですけれども、アリカレーというお店になりますので、これから早速行ってきたいと思います。ではこちら側に見えている南湾風といいます、南湾レイク、湖というのか池というのか、そのほとりにあるこの道をですね、歩いておりますが、ずっと向こうの方にですね、マカオタワーが見えるので、実際そこまでは歩かないんですけれども、マカオタワーの見える方向へとまずはまっすぐ歩いていきます。もちろんこのように湖のすぐそばを歩いていくことも可能です。そうしてまっすぐ歩いてきましたら、右側を見ていただきますと、かつてのベラビスタホテル、現在はポルトガル領事の官邸になっているところなんですが、あの領事官邸の付近へ渡っていきますので、こちらの横断歩道で移動していきます。横断歩道を渡りましたら、今度はこの通りですね、ミングオダーマル、民国王通りという道を歩いて移動していきます。そうしますとですね、もう一つ今度は池が見えてきました。こちらはサイワンという、サイワンレイクとね、英語では表記されていると思うんですけれども、湖のような池のようなっていうところなんですが、湖のほとりを歩いてまたまっすぐ移動していきます。この、湖のほとりのところ、さっきの南湾風のところもそうだったんですけれど、ジョギングコースとしてね、よく走ってる人多いんですね。その他にもね、マカオタワーとかも、見えておりますしね、夕焼けの風景とか夜のマカオタワーのライトアップされているね、ところを写真で撮りたいという方はね、このサイワン風のね、今私が歩いているところまでね、来られたらいいかなと思いますよ。そんな感じで歩いてきましたら、目的地アリカレーも見えてきました。この緑色のところですね、こちらが今日の目的地になります。お店の向かいというのはね、こういう風景が広がっております。正面がもちろんマカオタワーですね。タイミングが合えば肉眼でもバンジージャンプ見ることができます。そしてずっと向こうの方に見えているビル群のところが広東省樹海のエリアになっております。それではね、お店に到着になるんですが、今日は友人がテラス席を予約してるみたいなので、外のテーブルにね、座って食事をします。お店の名前がヤーリーダーリーウー、我々はアリカレーと呼んでおります。こういう感じでね、外のテーブルで、座ってこれから食事します。風が入ってくるんでね、めちゃめちゃ気持ちいいですね。今座っているところからの見える風景がこんな感じになっております。まず2つね、ビール今注文したんで、これからメニューからね、料理の方も注文していこうと思います。はい、今日はまずカールスバーグの生ビール、友人と来てるんですけれど、1杯ずつまずは注文しました。うまい。メニューなんですけれども、全部のメニューですね、こういう風に写真付きですね、なってますので、言葉わからなくてもね、この写真で指差ししてね、注文できるはずです。見た感じね、ポルトガル料理はポルトガル料理なんですけれども、アットホーム的な、家庭的なポルトガル料理が多いんかなと思います。ワインもね、豊富に、ございますし、アルコールでない飲み物であるとか、ソフトドリンクであるとか、ビールなどもね、いろいろと揃っております。今日はね、3つ注文したんですけれど、1つがこちらガーリーヨイントンで、カレー、イカカレーですね。で、よく食べられるポルトガル料理であるんですけれども、アサリの白ワイン蒸し料理ってところですかね。結構ニンニクとかもね、効いてて、すっげえこれ酒のつまみに合いますね。めちゃくちゃこれビール進むよ、昼間からですけれど。
この緑のやつね、パクチー入ってちょっと入ってるんですよ。だからパクチー苦手な人はね、まあ、そこまでねそのパクチーの癖が出てるわけじゃないんですけれど、パクチー苦手な人はね、パクチー抜きで注文しないといけないかもしれないですね。こちらがイカカレーになります。辛いかどうか心配してたんですけど、そこまで辛くない。これは僕でも全然いけるな、うん、イカカレーの方はこのように、ね、ライスもついておりますので、カレーライスみたいな感じでね、食べることもできます。具材としてはイカ以外にジャガイモも入っております。うん、うまっ。まあ、こんな感じでね、カレーライスにもしてみました。カレーライスにしてみると、うん、日本のカレーとはちょっと違うんですけどね、うん、カレーライスにしてみても美味しいですね。こちらミンチーって言って、通常ね、なんかガンビエンジーという前に僕紹介したことあるんですけれども、今回このシーミエンジーというウェットミンチって、ね、英語で書いてましたが、と牛肉のミンチの、ライスですね。この上のね目玉焼きなんですけれども、今日はねこの半熟卵にしましたが、ちょっと生なのが苦手な方はね、あらかじめ店員さんにそのように注文してください。ミンチライス、うまい。なんか牛肉ミンチ以外にミックスベジタブルみたいなのが入ってるんですけれどね、なんか初めて食べるんですけれど、ちょっとなんか素朴でね懐かしい味わいがありますね、うん、卵は適当なタイミングで潰してくださいね。僕は一旦このまま取るんで。多分前はねライスも別々で出てきたんですよ。うん、アサリのスープめっちゃ美味しいですね。すんごいアサリの出汁が効いててめちゃくちゃうまいっす。それでは最後は締めは、こちらホットコーヒーと、僕はねこのポルトガルのプリンを注文しまして、友人はこちらポルトガルデザートで有名ですね、スラデューラを注文されました、うん、めっちゃいい香り、うん、食後のコーヒーいいっすね。ではポルトガルプリンいただきます。めっちゃ濃厚ですね、味わい。これとコーヒーすっごい合いますね、うん、はあ、もう至福の瞬間ですわ。店内の雰囲気っていうのはねこんな感じになってます。ちょっと暑いのが苦手な方は店内は冷房が入っております。